白山駅は、新潟県新潟市中央区白山裏2丁目にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である。新潟付近鉄道路線図2013年夏までの旧駅舎には、線路の南北を直接往来する手段がなく、歩行者は駅東側で越後線をアンダーパスする白山古道橋の歩道を経由して、大きく迂回せねばならなかったため、特に駅南側の利用者からは、 不便を訴える声が多かった。加えて、新潟市は2008年春、市域内の交通円滑化を目的に策定した短中期計画、新潟交通戦略プランにおいて、越後線の利便性向上を重点プロジェクトの一つに指定していた。新潟市と JR 東日本新潟市社では、現在進められている新潟駅付近連続立体交差事業において、 新潟駅のホーム数が、事業着手前の4面7線から、高架化後は3面5線に減少するのに伴って、輸送力を確保するため、白山駅に上りホーム1面と上り線1線を増設し、急上り線を中線化して、上下双方のホームで挟む、計2面3線へ回収する工事を行うこととなった。これに合わせて駅舎及び、駅周辺も、 駅利用環境の改善と交通結節機能の強化を目的に駅舎の半地下化と南北自由通路の新設、駅前広場と周辺道路の拡張など大規模な改修が行われることになり2008年3月から事業着手し2010年度から各工程に本格着工した。着工当初は2012年度中の一部供用開始、2013年度中の 全面竣工を予定していたが、駅前広場周辺の一部地主が立ちのきに難色を示すなどしたため計画修正を行ったのに加え、連続立体交差事業そのものも後期が遅延していることから、竣工時期は1年ずつ先送りとなり、一部、共用開始は2013年度中、全面竣工は2014年度中に修正された。2013年夏に上りホームと、 現役車が竣行。南北自由通路も北口側で入り口付近を除く大部分が竣行。9月1日の始発列車から供用を開始し、南口が新設された。北口側は旧駅舎が支障物件となっていたため仮設出入口による暫定供用となったが、旧駅舎を同月中に撤去した上で、北口側で入り口と駅前広場の施行を開始し、 北口側で入り口は2014年3月に竣工、南北自由通路の全面供用を開始した。その後も引き続き駅前広場の拡張などが行われ、2015年9月5日の BRT ダイ橋ライン開業により、路線バスの乗り入れを開始した。築定上に大きくカーブした島式ホーム2面3線を有する地上駅。ホーム2面の間の1線を両ホームで供用する。 駅舎はホーム下の地下に設けられ、改札口に面して駅南北を縦貫する自由通路が設けられている。新潟駅が管理する業務委託駅で駅業務は JR 新潟ビジネスが受託している。自動改札機では全6通路でスイカ等の IC カードが利用でき、このうち出場用の2通路がスイカ専用となっている。改札口周辺には電光掲示による 発車表、友人改札口を兼ねる、緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、乗り越し清算機のほか、自動販売機などが設けられている。また改札内コンコースには、待合室、トイレ、自動販売機などが設けられている。なお、ホームには発車メロディが導入されている。またバリアフリー対策として、上下各ホームに、エレベーター各1機と、 エスカレーターが上り下り各一機のほか改札内コンコースには誘導チャイムが設置されている。またトイレにはオストメートに対応した多機能トイレが併設されている。自由通路は新潟市中央区建設課が管理しており、バリアフリー対策として改札口正面には食地図を備えた周辺地図が階段付近等に誘導チャイムが設置されている。また、北口側、 南口側ともにエレベーターが各駅設置されている。現在の駅舎は2013年9月1日から共用が開始された。現駅舎と南北自由通路は白山駅周辺整備事業の一環で整備された。事業着手前のホーム構造は島式ホーム一面二線で北側の駅舎と地下通路で連絡していた。 その後工程の進捗に伴って2010年10月30日から地下通路を閉鎖した上で仮設湖線橋の供用を開始し現役者開業まで旧駅舎が運用された JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は5360人である新潟県の駅では新潟駅長岡駅に次いで第3位である近年の推移は 以下の通りである駅周辺の白山地区は古くからの住宅地で北口駅前広場周辺には交番、飲食店、ドラッグストアなどがありタクシーもロータリー内に常駐している。また付近は公共施設や文教施設が集中しており通勤、通学での利用が多い駅である。かつては北口側を経由する国道8号上を 新潟交通電車線の平用軌道区間が経由しており、戦前の一時期には当駅付近に白山駅前停留場が設けられていた。同電車線は1992年の平用軌道区間の廃止を手始めに段階的に廃止され、1999年まで残った東館や駅付き型駅間の廃止で全線、廃止となった。この道路は平洋軌道区間の営業当時は、 通称、電車通りと呼ばれていたが、廃止に際して実施された、沿線世帯を対象とするアンケートにより、愛称は、白山通りとなった。ただし今日でも新潟市の BRT のホームページを、はじめ、公にも便宜上、旧電車通りという故障が使用される場合がある。北口駅前広場と南口近隣には、新潟交通グループのバス停留所が設けられている。 北口側の白山駅前停留所は、従来、市道沿いに設けられていたが、2015年9月5日の BRT 路線、バンダイ橋ラインの運行開始や、既存路線の大規模なダイヤ改正による、新バスシステムの開業に伴い、同日より、北口駅前広場のロータリー内へ移転した。また、これまで、北口側を経由していた、既存路線バスの大部分が、 バンダイ橋ラインに統合されたほか、南口側のガンセンター停留所は廃止された。2019年6月現在、北口駅前広場内の停留所からは、下記の路線バスが発着している。2019年6月現在、南口側の指導沿いのガンセンター前交差点角に位置する停留所からは、下記の路線バスが発着している。注釈出店、ありがとうございます。